今回の舞台は東京都葛飾区四つ木。四つ木はキャプテン翼の作者高橋陽一さんの地元。そんな四つ木でドライブシュート級のうまいもん探しの旅。食べる四つ木。はい、食べるトミーです。ということで四つ木に来ているんですけども、最近ですね、お隣の立石からここ四つ木に移転してきた居酒屋さんがあるんですね。で、その居酒屋さん、僕が最近気に入っている静岡グルメでメニューが溢れているっていうね、情報を耳にしたんです。これはね、気になるじゃないですか。ということでね、早速行ってみたいと思います。さあ、今回の食べるトミーは一線。立石から四つ木に移転した居酒屋が静岡グルメに溢れているらしい。ということで、すっかり日が暮れた四つ木の町に灯火を見つけました。店の名は巻串ぐるぐる。そうなんです、店先に掲げられた提灯を見てみると、看板メニューは豚の巻串、それに加え静岡おでんとあるじゃないですか。噂通りです。さあ、早速店内に入ってみると、30代の男性2人がお出迎えしてくれました。話を聞くと、こちらのお二人共同で経営をされているそうで、以前は大手町で開業後立石に移転、そして今回経営者の一人 H さんの地元四つ木にて満を持してオープンしたという次第なんです。さあ、そんなぐるぐるのメニューを見てみましょう。すると看板メニューの豚巻き串と静岡おでんに加え、その他のラインナップを見てみると、リーズナブルな値段から大衆酒場ということがわかります。いいですね、こういうの僕好きなんです。そんなぐるぐるでいただく最初の一品は、そうです、まずは看板メニューの豚巻き串の中から豚巻きピーマンスモークチーズ串。もうネーミングがすごいでしょ。でね、これ一口噛むとわかるんです。何がわかるって、そうそう、ピーマンの苦味と豚肉の甘さ、そこにスモークチーズの濃厚インパクト、いやいや、その味に加えてですね、香りがスーッと鼻を通るんです。いやー、これはね、癖になるんです。癖になるといえば、この新生姜。その新生姜を一口噛むと、生姜の辛みがじゅわーっと口の中を襲うんです。そこに豚肉のほんのりとした甘み、癖になるうまさがそこにあるんです。え、どこだって？それは四つ木だ。そんな豚の巻き串には下町ハイボールがよく似合うんです。焼酎を炭酸水と梅シロップで割った下町ハイボール。梅シロップは酒場ファンにはもう有名、天馬の梅。これが東京の下町で愛される下町ハイボール。いやー、うまい。お酒は友達。さあ、もう一本すごいですよ。みたらし団子。え？って思う人もいるでしょう。これがですね、カリカリに焼いた豚バラにねっとり食感の甘いみたらし団子が合うから不思議なんです。そういえば、みたらし団子の醤油味と豚バラ、相性いいのは当たり前っていうことですか？おやつ感覚でもよし、つまみ感覚でもよし、不思議だけど美味しいみたらし団子、そして豊富な種類の豚巻き串、本当に美味しかったです。最高です。特うま。さあ、続いては提灯にありましたね、もう一つの看板メニューです。静岡おでん。どうですか、見てください、このだし粉。だし粉とはイワシの煮干しを削って粉にしたもの。そこにアオサが混ざって、これを見ると静岡おでんっていう感じがするんですよね。さあ、まずは黒はんぺんからいただきます。やっぱり静岡おでんといえばこの黒はんぺん。全国的な知名度は低いと思うんですが、原料はサバやイワシ。これどちらも静岡での漁獲量が豊富ですからね。そして昆布。僕この昆布好きなんです。味が濃厚に染み込んだ昆布、そしてその香り、いやー本当にいい夜です。
さあまだまだいきます。続いては白もつ。まあもつっていうと臭みを気にする人多いと思うんです。ですがね、このもつ全然臭みもなくて、そして食感、これが柔らかくて味も染み込んで本当に美味しいんです。これおすすめですよ。さて、静岡おでんのお供には緑茶割り、いわゆる静岡割りがとっても相性が合うんです。僕も何度か静岡行きましたけど、居酒屋さんあるいはおでん屋さんに行って静岡グルメを堪能するでしょ。するとこの静岡割り絶対飲んでいたんです。やっぱり静岡といえばお茶じゃないですか。そんなお茶割りもお店によって全然濃さとか美味しさが違うんでね、結構ね面白いんです。さあ続いてはですね、大根に行きたいと思います。僕おでんの中でもね、大根は特に大好きで、見てこの中までしっかり染み込んでいますと主張している色、そんな大根を口に含み何口か噛むとじわじわとおでんの出汁が口の中に広がるんです。いやー参った。夏うま。さてここで疑問。なぜ静岡おでんをメニューに載せたのか。それは経営者の一人 H さんの奥様が静岡出身。奥様と出会ってから静岡グルメに魅了され、研究を重ねた結果メニューに並んだそうなんです。あ、そうそう、葛飾区は J リーグを目指して南葛 SC が活躍中ですよね。なるほど、キャプテン翼の南葛は静岡がモデルで、高橋洋一さんの地元四つ木で静岡グルメってこと。何何、共同経営だからツインシュート。というわけで壁に掲げられた黒板を見てみると、静岡グルメが豊富に並んでいるんです。その中でもですね、静岡産の生しらすがあったんで食べてみました。どうですかこのしらすの目、かわいいですよね。ずっと見ていても飽きないんですけど、この生しらす新鮮じゃないと食べることできないですからね。そんな生しらす、生姜と醤油を合わせて一緒に食べるのがぐるぐる流なんです。するとほんのりとした甘みにねっとり食感、癖になるうまさなんです。生うま。さあ再び黒板を見てみると、静岡名物もつカレーバケット付きって書いてあるじゃないですか。以前もつカレーの本場静岡の清水で食べたもつカレーは、名古屋の土手煮をヒントにしたこってりもつカレー。ぐるぐるのもつカレーは、見てくださいこの盛り付け。バケットと一緒に食べるもつカレーはまさにエレガント。ここが葛飾区四つ木だっていうことを一瞬忘れてしまいそうになるんです。それではエレガントなもつカレーいただきたいと思います。するとカレーの濃厚な旨味がしっかりともつに伝わっているじゃないですか。もつカレーってはっきり言って静岡以外の人には知名度が低いと思うんですが、僕何度か食べたことあるんでわかるんです。このもつカレーは上品な口当たりだということ。そんな上品なもつカレーとの相性抜群なのがやっぱり静岡割り。そんな静岡割りを一口飲んでバケットにもつカレーを乗せる。すると何度も言うけど、ここが雑多な下町ということを忘れそうになるんです。もつカレーをまだ食べたことのないあなた、もつとカレーとバケット、え？って思うでしょ。これ食べた人だけがわかるんです。下町で出会った静岡のもつカレー、東京人の舌と味に合うようにアレンジした料理の奥深さを感じました。ふーかうま。いやー、豚の巻き串と静岡グルメ本当に美味しかったです。ということで今回の振り返りです。巻き串ぐるぐるは京成押上線四つ木駅から徒歩8分、営業時間と定休日はご覧の通りです。今後はランチ営業も視野に入れてるそうで楽しみなお店です。
登録